セメ徳トクは台湾の政治家。戒厳令思考期の台湾における当該勢力の主要人物の一人。かつて民主進歩党に所属し、第六大党主席を務めた。1941年高雄市生まれ。1959年に陸軍法兵学校に入学。1961年に同校を卒業後、陸軍将尉に任官され。 小金門で、砲兵観測官に着く。翌1962年に、台湾独立連盟案起訴に関係したとして、反乱罪の容疑をかけられ、小金門で、逮捕、1964年無期懲役、公民権就寝剥奪の判決を受ける。台湾東部沖合の緑島にある政治犯、収容施設に収監され、15年間服役の後、 1977年に釈放された。1978年、甲信介からの依頼を受け、台湾当該勢力選挙支援団の幹事長に、就任、旅州連、楊義文らの選挙応援を行うとともに、透明のない党結成による立法委員税委員会選、地方主張全面公選実現の構想の下、各地に散在する。 当該勢力の横断的な組織化を進めた。同年12月には、京信義、長俊博、林義雄、陽義文と共に、五人少層、結成、後に、これが、ビレー島グループにおける中心的存在として、その後の当該勢力の活動方針の決定や、当該運動の発展に、大きな影響を与えた。その他この時期の目立った活動として、 中国国民党から迫害を受けている政治活動家擁護を目的とした戦後台湾発の政治デモの主導や同年5月に設立された美麗島雑誌社の代表への就任などが挙げられる。1979年12月10日、世界人権令に合わせ美麗島グループが高雄市で計画した集会においてデモを阻止しようとする警官隊とデモ参加者との間で衝突が発生。 当局が事件の首謀者として当該活動家の一斉逮捕を行った。セメートク自身も26日間に及ぶ逃亡生活の後に逮捕、1980年2月警備総司令部軍事法廷に送致され、軍事法廷での裁判の後4月に2度目の無期懲役の判決を受けた。逮捕後制約された環境下でも活発な政治的パフォーマンスを続け、 交流期間中に自己の政治的信念を書き綴ったり、後半の席上で台湾は独立状態にあり、すでに独立して30年余りが経過している、と証言したりした。また、服役中の1985年には、前年10月に発生した港南事件に国民党特務機関が関与していたことに抗議し、無期限、ハンガーストライキを宣言するとともに、 他の美霊島事件関連の政治犯の釈放要求を行っている。1987年7月の戒厳令解除に伴い生命徳にも特赦が下るが無罪を主張して特赦を拒否。1990年5月20日第8大総統に就任した李登輝による美霊島事件の判決無効の宣言を受けしつごく自由を回復した。 1990年米国議会の招きに応じて、都米、外交委員会公聴会において講演。1991年には、第五代民進党主席選挙に立候補するが、巨信義に15票差で落選した。1992年に、福祉国家の創造、新台湾建設重視の公約を掲げ、第二期立法院選挙に立候補、台南市において第一位の高得票で当選する。 その後第3期及び第4期立法委員を務めた、及び第6期立法委員選挙ではいずれも落選。1994年5月、巨信義の後を受けて、第6代民進党主席に就任。党首時代には米国において、台湾独立に対する民進党の立場表明、民進党中米事務所の解説、統一派である新党への大和解呼びかけや、党首会談などを行った。 またこの時期に、金門、馬祖地区の大陸への返還を唱え、各方面から激しい反発を浴びたりもしている。1996年2月立法委員長選挙に出馬し、民進党主導の2月政治改革を訴えるが、81票対82票で、国民党の劉末藩立法委員に敗れる。同年3月第1回総統直接選挙における、 民進党候補落選の責任を取り、民進党主席を辞任。その後も民進党の長老格として活動を続けるが、政権党となった後次第に現実化路線へと、軌道修正を図る沈水編との路線対立から2000年に民進党を離脱。2002年12月に行われた高尾市長選挙において、国民党と新民党に水番される形で、無所属として、 立候補した。現職の民進党系市長である社長邸との一騎打ちということもあり一時注目を集めたが、野党側が統一候補者絞り込みに失敗し、それぞれ別の候補者推薦に流れた結果、最終的には泡末候補並みの得票に終わり落選した。2003年米国上自名ン大学客員教授に就任。第5期立法院落選以後は、 国政党の要職にはついていない。新水編の家族や側近による金銭スキャンダルが発覚すると、それに抗議し、党平田運動を主導した。2006年9月9日より、台北市の総督府前で無期限の座り込みを開始、辞任要求運動中、肝臓癌の手術を行っていたことが明らかになった。ありがとうございます。